やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。メリークリスマス。皆さん、ロレス配信会ずっと最近ロレやってるわ、今の時間。シャレルの土下座ってあれ何があったの？また喧嘩したの？ゲームの中で。本当に彼は変わらなくていいよね。シャレルが暴言吐いたのをさらされた。いやもうなんか、全然。何も変わらないでほしいっていつまでも言ってるけどな、俺は。歳とか関係ないんだよね、やっぱ。何かをするときにさ、人格変わる人っているじゃん。例えば、普段ひょろっとしてる人でもさ、仕事になったらシャキッとさ、その意識が変わる人とかさ、スポーツしてるときはシャッと変わる人とかさ、まあ、ロルになると単純に変わるってだけだね。彼は。YouTube から来ました、どうも。YouTube から何から来たの？最近、オルメル君のなんかショートがバズってますよって DM が来てて、見たらなんか再生回数が150万とか言ったわ。わかんねえな、マジで。ショート上げてるやつもまあ、最近ちょっと掴んできたって言ったけど、伸びる要素がわからんって言った。YouTube の切り抜き、最初はオルメル君だったから。オルメル君、そうなんだ。オルメル君から入ること多いんだね。おもろいな。今年まだ配信する予定あるの？私はワンチャン最後。いや、そんなことない。全然そんなことない。全然年末年始はやろうと思ってる。誰かさ、餅つきセット持ってる人いない？薄とさ、トントンするやつ持ってる人いない？家に。いねえよな。クールポコぐらいしか持ってねえかな。餅つき外配信してんだよな。クールポコこの時期忙しそう。一番繁忙期だろ。一番頑張り時だろ、クールポコは。昨日じゃねえわ。この前、あれ行ったんで、二次フェス行ってきたんだよ。おじじがあれハマってたよ。エタリタ。マジでうるさかった。エタリタ教えるからやろうよ。した。二人でエタリタを有名にしないとか言って。そんなハマってんだと思って。あれはスタが行きたいってつぶやいてもらって誘ってもらえたの。いや、違う。知ってる二次三次に、片っ端から DM した。ねえ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 、俺さ、二次フェス行きたいんだけどって。ねえねえねえって。そしたらさ、その中にさ、加賀すみれが入って、私って言ってた。ごめん。間違った。ねえ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 って。かなちゃんにもねえ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 、二次フェス行きたいよってみんなに言って。あのさ、リリムとかに送ってもさ、もう遅いから無理だよわらとか来んので、、かなちゃんは、ギリギリすぎたからごめん、みたいな。ロレはなんか、ジョストが来るらしいけど、お前来らんの？みたいな。なんかタイプが分かれてて、マジで DM おもろかった。お前来らんの？二次フェスすごかったよ。人の量が。マジで。全部いろいろ俺たち行ったのが3時とかだったんだけど、すげえ遅くから行ったんだけどさ、退場するのにさ、その最後、鳥のライブがあるわけよ。ふわくんとかが出る。ローレンもやってたわ。渡来くんとイブね。4人の。それが終わったらさ、一気にみんな帰宅なんだけど、東京ビッグサイトから出るのに30分かかったもん。マジで人とごった返してたな。でもよかったよ。VTuber のイベントってあんな感じなんだなって感じだった。女の子がバカ多かったね。女の子、7割かな？女の子7割。なんか年末年始は散歩配信とか料理配信とかしたい気分なんだよな。はっきりロル配信外でやっても全然いいからさ。なんか逆に今俺ロル配信でしなくていいんじゃねってメンタルなんだよね。配信外でさ、ちまちまレート上げて楽しんでればいいんじゃねって感じだから。その分のカロリー、外配信とかに割いた方がいい、なんか楽しいなと思って。ロル配信も増えたしね、今、フレックス配信を見るのも流行ってるでしょ。もはや見るのも流行ってるでしょ。もう古いんじゃないの？もう。本気でレート上げに行く配信。もうなんか、一時代終わった感じはするよね。レートを頑張ってあげようなっていうあの時期はもう終わった感はあるよな。
もうソロ級戦士がロル頑張ってレート上げてるっていうのがマジ古い気がすんだよね。俺はそれが好きなんだけどさ。いや、だから俺は、期間決めて来年どっかでやろうと思ってんの。60日間で、レートどんだけ上がんのかなっていう時を決めて、もうロルだけやるっていうのだったら、メンタルそっちに触れるかなと思って。ロルをがっつりやるよっていう時期を作りたいよね。コーチつけてもいいね。その2ヶ月、俺に付き合ってくれるコーチをつけてもいいな。セロスとか絶対暇してんだろうな。セロさん。100%暇だろ。来年はどんなことしたの？いや、去年のこの時期にお前らと雑談で決めたのが、雑誌の表紙に載るっていうのが、まあ結局達成できたから、俺来年の目標は、SNS50 万。今24万とか3万だから、Twitter が。Twitter のフォロワーは倍にするわ。それを目標にちょっと頑張るわ。SNS とか本当に力入れてなくて、これ謎の23万だよね、ぶっちゃけ。伸ばそうとも思ってなかったから、ちょっといろいろ意識して、SNS 伸ばすことを意識してみようかなと思います。やりたいことっていうベースは変わらないんだけど、歌ってみたを出して、なんか TikTok っぽい動画も出して、コスプレ出して、普段の私服とかも出して、俺の出せるもん全部出して、スタミジャパンで50万いけるのが1年で、チャレンジをちょっとしようと思ってる。なんか俺のベース楽しむっていうことを忘れずにいきたいね。まあでも俺はね、もう覚悟からできてるから、この多分1、2年ぐらいで、名誉と金を得るか、実家暮らしになるから五分五分だと思って、多分次の1、2年で決まるわ。な、応援して。マジで五分五分。本当に50%、50%。あ、実家で普通にもうすねかじりの人生もある。やれることやります。やれることをやってるなぁと君たちに伝わるぐらい多分やれることをやるから。来年の目標が、SNS50 万と、なんか地上波のドラマに1個出るわ。なんかしらの形で。それを目標に。今配信で言っとこう。配信で言っといた方がいいわ。地上波のドラマ1個出る。Twitter 50万を目標に。で、配信とかは、配信の頻度で言うとね、多分逆に増えんだよね。来年は。今年が逆にちょっと少なすぎたから、定まってなかった、今年は。本当に準備の期間で、何が大切なのか自分の中で順位付けができてなくて、やれることを全部やっちゃってたから、その中で配信が大切だってことは分かったから、配信はしたいなってのがあるし。モチベーション高い。配信のモチベーションはめっちゃ高い。君たちは、なんか、ツイッターとかインスタグラムとかいいねとかさ、リツイートとか、手伝ってください。配信はね、外配信をたくさんするようになると思うし、料理配信も多分倍ぐらいするようになるし、その中で歌ってみたをやって。はい。というわけで、お疲れ様みんな。じゃあね。